はい、本日も始まりましたフルーズ TV。 イエーイ。はい、今日ね、実はねアシスタントがいないっていう暴挙に出ていますあのね、初めての方たちばっかりなんですよ。なのでアシスタントをねやってもらうのも申し訳ないので全部僕がやります。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日もヤフーショッピングライブという番組をですね7時半からですね30分間同時進行で配信します。いつものファッションコーナーが、ヤフーショッピングライブと、同時で放送するイメージでいつもと変わりませんので、いつものように楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、MC やらせていただきます。普段俳優やってます、森田と言います。よろしくお願いいたします。そして、もう順番に左から行こうかな、うん、よろしくお願いします、はい、カメラに向けて。はい、私がソングライター兼ライブ…間違えました、バンドでこれはおばちゃんがやるやつだよ大丈夫はい、改めまして改めまして、はい、シンガーソングライター兼バンドでギターボーカルやってあるバンダコユリです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、お芝居やってます女優の詐欺坂井美香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、舞台女優ダンス振付師をやっております松本恵子と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。振付師すごいですねはい、いろいろ聞いていこうと思います。そして最後、ありがとうございます、忘れられたかと思俳優やっております石坂文博です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ね、今日もイケメン連れてきたよみんな、ありがとうございますはい、ということでですね、こんな感じでこのメンバーで本日も90分間やっていこうと思いますので、皆さんどうぞどうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、どうですか皆さん、暑いですけど最近ですね、最近なんか熱中症とかなってないですかなってないですね。なってないですか。脱水症状にはなりました。いや、そう、それこそね、この間これ言っていいのかな、この間石坂君と撮影一緒だったんですよ、はい、同じ現場で、はい、これね、ほぼ主役の人が倒れちゃったからね。そうなんです、びっくりしたんだよ。撮影中なんかアクションとかやって急に倒れて、急に倒れてやべって救急車で運ばれました。いやー、これ言ってよかったのかな。大丈夫だよね。大丈夫あれでも大変だったよね。やばかったですね、うん、熱中症がこう身近に感じられる。そう気をつけろみたいな、震えてるんだよ。ブワーって。ね、あれは本当気をつけなきゃダメだなって思った。ね、はい。ね、本当に。騒然としましたからね。うん、本当に。ちなみに皆さん映像とか舞台が主なんですか？役者の。私もほぼほぼ舞台です。あ、ほぼほぼ舞台ですね。はい、映像と舞台どっちが多いんですか？私はもともとは映像で入ってたんですけど、ここ2、3年芝居、舞台。舞台。ああ。で、また今映像に。あー、なるほど、舞台やったり映像やったりっていう感じですね、はい、あ、そうなんですね。ミュージシャンの方ってライブがやっぱり一番気持ちいいっすか？もちろんCD とか売れるとかよりも、もうライブが一番気持ちいいっすか？まあ、そう、でも本当、そうだよね。でも舞台もそうだよね、やっぱ生のお客さんの声聞こえるもんね。そうですね、そうお客さんが入って初めて作品が完成する。そうそうね、かっこいいこと言ったねかっこいいこと言ったねそのダブルアンコールとかもらったら最高だもんね。気持ちいいですね、はい、スタンディングオベーションもね、本当に最高の景色ですね。本当に最高の景色、あれを感じるために舞台やってる感はあるよねそう、それはあります。とか最近でもね、ちょっと舞台を最近お休みさせてもらってて、映像ばっかりが多いんですけど、やっぱ舞台楽しいですよね。楽しいですね、はい、そう、松本さんとね、石坂さんは今度ね、同じ舞台でね、リア王ですよ。そうなんですよ。シェイクスピアですよ。マジっすね。そう、シェイクスピアはわかるでしょ、ね、そう、まあ完全に悲劇なんだけど、そう、完全に悲劇なんだけど、まあもう、なんだろう、本当に原本の台本とかだったら、もう、それこそ、今どこにあるかわかんないけど、ルーブル美術館とかに飾ってあってもおかしくないくらいのやつです。はい、やつです。はい、本当に。400年の歴史があります。本当に、すごい作品に出られるんだなーっていうね。はい、シェイクスピア難しいでしょ。いや、難しいと思ったんですけど、読んでると難しいんですけど、うん、実際に稽古場で役者さんが演じられるのを見ると、うん、すごい入ってくるんですよ。ああ、なるほど、ね、めっちゃわかりやすいんですよね、案外。だから、読んでるよりも見ると、見た方が楽しいものなんだなって。ああ、なるほどね。いや、だからそこら辺がシェイクスピアのすごいところですね。いや、すごいと思います、ごめんね、役者の人たちいっぱいいるからこういう話ばっかりになっちゃうけど、マジさんが全然緊張がするそれこそどうですか、ライブとかで、やっぱりみんなって仲良くなったりするんですか、そのライ
なる人思いますよ。あ、やっぱりなる人もいる。なる人ばっかりです。ちょっとね、影があるぞ。影があるな。うまい。影があるな。怖い怖い。なるほどね。まあまあもあのアウトがないのはどこに行ってもありますから、それこそ舞台にもありますから、もちろんね、それはありますよ。あ、どうしても、うん、やっぱ好き嫌いありますから、どうしてもね。ということでね、あのこんな感じなんですけども、そうですね、どうですか、夏休みの時期です最近。そうですね。なんかどっか行く予定とかあります？いや残念ながらない。残念ながらそうだね。あ、そうだね、リアもそう、いつだっけ、8月の、あーもう終わるまで、終わりぐらいまでやんなきゃいけないからね。夏休み期間中に稽古やって、終わるくらいに本番をやる。あ、そうね、そういうことになっちゃうね。どこも行けないやつだな。そう、皆さんのためのリアオです。そうだね、本当に。だからもう、海に行った帰りにリアオぐらいで行かんじゃない。本当に見やすいんで、作品として難しいイメージあるんですけど。そうね、そうね、確かにあのリアワとか、まあ、何個かシェイクスピア作品見たけど、やっぱ演出家って全然違う。全然違いますね。ね、本当に、はい、それこそあのあれだよ、あのメタルハムレットだっけ、なんかやったの、あの、はいはい、新幹線さんがやってるのとか、ね、全然違う色になっちゃうから、ね、シェイクスピアでも。そうなんですよ。あのね、中島歌舞伎っていう色になるんですよ。中島和樹さんっていう人があの本を書いてるんですけど、それはなんか中島歌舞伎って言って、そう、勉強のためにね、もしあの演技とかやるときに、そう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 、それあの白塗りしてもう化粧してっていうやつの、まあ早いの、なんていうの、もうパイオニアだよね。もうそう、本当新幹線さんってね。さあ、他にでっかい舞台とかって見に行く？みんな行きますよ。あ、本当ですか。それこそ振り付けとかでそういう仕事したりとかするんですか？大きい舞台もやらせ、あの 2.5 次元とか。ああ、はいはい、あとまあ共演者がその新幹線出てたりとか。はい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 。ああ、なるほどね。もう古田新太さん、あのテレビで見るとああいう感じのおじさんみたいな感じなんですけど、はい、実際本番で見たらめちゃめちゃかっこいいっすからね。かっこいいっすね。めちゃめちゃかっこいいっすからね。本当にね、ガラッと変わるんですよ。そうなんですよ。逆に映像とかはそんなに興味ないんですか？私ですか、はい、興味はあります。興味はあります。なんか仕事を待ってるのかな。それは仕事を待ってるのかな。仕事を待ってますってね。あのツイッターに DM くださいみたいな感じで。なるほどね。それこそあの振り付け舞台が多いんですけど、 CM とかやってみたいなと思います。あー、なるほどね。そっちのあれね、 CM の振り付けみたいなことですか、はい、あー、なるほどね。最近なんかよく踊る CM あるもんね。そう、多いんですよ、うん、ね、本当にね。まあ、それこそあのシンガーソングライターの方もやっぱ踊りちょっとやりたいなみたいな言われるたり。あれ、あ、でも私あの小学校の頃ダンスやってたの。おー、踊れる。いや、まあ、いや、いや、それ面白い。これ面白い。これちょっとあのメモっといていい？やるわ、今度から。なるほどね。現場であの振り付けをしているところを間近で見てるんですよ。めちゃくちゃかっこいいですからね。本当は。すごい。現場によってその振りを変えるっていうか、ジャンルを使い分けるっていうのは、まさにプロの仕事っていうか。そうですね。それはなんか、僕もやっぱ小劇場をやってる時に、やっぱオープニングみたいな感じでダンスやることが多くて、それでやらされるんですけど、まあ足を引っ張るね。まあ足を引っ張る。足を引っ張る。あのね、あの30超えるとね、体がついてこなくなるんだよね。そう、あの、ね、でもなんか、でもやっぱりその振付師さんってすごいなって思うのが、それこそポップスだったりとか、あとヒップホップだったりとか、いろんなものをくっつけて振付にしてかっこいい感じになるから、やっぱすごいなって思うよね。そして照明音響入ったらまあ光るよね。かっこいいっすね。そう、それは多分ミュージシャンの方もや分かると思うんですけど、やっぱ音響照明入るとスイッチ入るでしょ。もうそうだ、後で見直して、うん、照明あかんみたいな、ありがとう、こんなことしてくれて。もうスタッフさんには感謝しかないよね。もうね、本当にね。そうです、うん、さて、ね、コメントの方がいっぱい来てるので、コメントの方を読んでいこうと思います。こんばんは、森田さん、アシスタントアシスト頑張ってください。頑張ります。はい、
こんばんは、撮影も命がけ書いてありますね。そうなんです。確かに、かおりちゃんね、かおりちゃんか、かおりちゃんね、あ、森田さん、髪型かっこいいです。ありがとうございます。これはですね、あのね、びっくりしたと思うんですよ、今日。あの、髪、はい、あの時長かったよね。長かった、そうだったんですよ。めっちゃ長かったんですけど、あの、ガッツリ切りました。あのね、撮影中からずっと言ってたんですよ。髪切りて、髪切りてってね、言ってたね。そう、熱いからって、はい、そうなんですよね。そう、そう、だから撮影終わったらマジで切るって言ってて、切ったんですよ。そしたら、なんかちょっと勘違いした、アルピーさんがやりそうな、なんか、イケメンじゃねえ、イケメンじゃないな。ちょっと、あの、強気な、あの、いや、もうボケが。そう、あの、IT 社長みたいな。これでスーツとか着たらね、なんかそんな感じになっちゃったんですけど。そう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 。短い方が似合ってます、ね。あ、本当ですか。今日行くからみたいな感じで言いそうな、言いそうな、ね、感じになります。さけさかさん、パンパースの動画見ました。心がほっこりしましたって書いてありますね。あのね、この、いつも見てくれてるそのトコトコさんっていう方なんですけど、あのね、出てくれる人全員の調べてきて、ちゃんとコメントしてくれるんですよ。本当にね、感謝しかないですよね。まあ、ありがとうございます、本当に。ママ役やったんです。こんな綺麗なママ役やったんです。長友さんも映像実績ありって書いてありますね。実績あるんですか？PV ですね。あ、PV ですか。他の方の PV とか、うん、そうです。あ、へぇ、そんな感じなんだ。アムロナミさんの PV に行って、アムロナミさんを間近で見たんですけど、宇宙人かっていうぐらい顔ちっちゃかったけどね。マジで。それは褒めてるんですか？褒めてます。マジで、あの、何頭身っていう感じ。マジですごかった、あれは。うん、そうですね。ユリポーンって来てますね。ユリポーン、ポンって、ポンなんですよね。なんかそういうのがあるんですか？あ、リオウすごいなって書いてありますね。やっぱりリオウ好きな、リオウとかになるとやっぱみんな知ってるんだよね。ビッグタイトルですからね、ビッグタイトルですからね。久美さんさん、首は大丈夫ですか？すげえ、すげえなー、トコトコさん、マジで。全部調べてくれてるんだよね。そう、そう、それはあれでですね、首をやってしまいまして。それがですね、今の、あの、リオウの、あの稽古に響いて降板させられそうになってる。何に来たもの、いや全然動きますよって言うしかないよね。もうどうですよ。で、俺この間だって撮影の時ずっとここに針刺してたから大丈夫なのかなと思って。違うように針を刺して、ね。リア王の夏って書いてありますね。リア王の夏って書いてありますね。で、ゆりさん頑張って。大丈夫だね。新田さんの舞台はかっこいい。書いてありますね。お前の光は今どこにある？書いてますね。俺はセリフですね。シェイクスピアの。はい。で、ゆりさん頑張って。おーって、けいこさんの振り付け好き。ありがとうございます。ゆうべ夜は、DVD 見た。夜は、はい、夜は振り付けました。あの、ニアオートマータってゲームの。はい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 。あ、それ振り付けたんですか？すごいっすね。いや、結構すごい方なのかな。調べて、調べて。あれだな、あれだな、すげーちょっと、すげー下から行こうかな。森田さん、このすげー方を連れてきたの、僕です。感謝してます。ありがとうございます。30はまだまだ若いですから、ありがとうございます。ただでもですね、最近あのね、夜、徹夜ができなくなりました。はい。わかります。ゆりさん、よそゆきって書いてありますね。そうよ、私もよそゆき。え、普段どんな感じなんですか？イエーイみたいな。イエーイみたいな。あ、ね、猫かぶってるわ。猫かぶってるんですね。さあ、剥がしていこう。皆さん、こんなに月が綺麗な夜はの MV 見ました。心に響く曲ですねって書いてありますね。すごい。例えばですけど、あの、これは後半になると思いますけど、例えばですけど、ワンフレーズだけ歌ってもらえるとかできるんですか？お、聞きたー。全然、え、いいんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？OK で出たので、あ、じゃあ、あの、後半、あの、ヤフーショッピングライブ終わった後にね、ちょっとね、ワンフレーズだけ聞こうと思います。楽しみにしておいてね。楽しみにしておいてね。はい、サゲサカさん、アプリマカロニのブランドムービー可愛かったですって書いてありますね。はい、俺もトコトコさんですね。やっぱすごいっすね、トコトコさん。すごい、すごい。ゆうちゃん
猫かぶってるって書いてある猫だから猫だから今日は猫だからミッドナイトも長友優里ですねって書いてありますね。優里さん猫を5匹くらいかぶってるそんななんすかそんななんすかちょっと知りたい猫をかぶってないときだね写真撮られてますけど、どういうご関係なんですかって思ってアイドルのスーパーガールズさんに、はい、あが出てた舞台の振り付けを担当して、すげえ。で、ライブご招待いただいて見に行って、すごい、ね、男さんすごいね、やっぱりありがとうございますこんばんは、石坂さん、なんじゃタウンの音量なんですかって書いてありますよ。あのそうですよ、はい、あの7月から9月の間に、あのなんじゃタウンで池袋の音量フェスっていうのをやってて、その音量をさせていただくことになりました。そうなんですね。化粧とかもがっつりするから。もうがっつりしますね。なんかお化け屋敷的なことですか。そうです、あのそのなんじゃタウンの施設の、その一部がもう全部お化け屋敷みたいな感じになってて、長そう、ちょっと徘徊してるみたいな。すごい。めっちゃ言わないやつなんかもうゾンビ的なことなんですか。そうそうなんです、日本的なことなんですか。USJ もあのゾンビタウン、あんな感じですね。はい、すげえ、夏らしいことしてるじゃんそんなお仕事もいただいておりますリア王とか言っときながらいろんなお仕事してますね俺とドラゴン一緒に撮ったりもしてるしね。えそれが首につけんじゃないそのせいなのかもしれない絶対無理。それだったらまだ
びっくりしそうなんで、それも嫌ですけど、本当は嫌ですけど、あのバイオハザードとかでドーンって出てきた方がまだいいです。あとを引かないと。そうまだいいですね。それなんか見た後になんか風呂に行くのが怖くなるような感じがダメです。わかります。そう。一回そのスイッチ入っちゃうとさ、ほらシャワーとか浴びてる時とかもなんか後ろにいいんじゃないかみたいになっちゃうんでね。そのスイッチ入っちゃうからね。あるんですね。そう、本当にそうなんですよ。あ、MC 出過ぎかもってすいません。あ、長友さんこんばんち、ココアさんですね。はい、恋。長友ゆり、絶対聴いてほしい、泣けます。じゃあこれを歌ってもらおうかな。おー先に泣いちゃう。おー、いいっすね。で、下げ坂さん、AKB48 の、はい、あの大井さん、しーちゃんか。あ、そうっすね。静香さんと仲良しなんですかって書いてありますね。仲良しですね。あ、そうなんですか。でも長い付き合いです。そうなんですね。そうなんですね。何で知り合われたんですか。なんか撮影とか。この間の撮影の話になりますけど、石坂さんとはすげえ馬があった感じがしますね。そうですよね。ずっと話してたもんね。待機時間がめちゃくちゃ長くて、そう発車したらな、発車みたいな感じで、あんまりこういうこと言うとあのいろんなとこから怒られそうなんでやめときますけど、そうでずっと長いこと回ってたから、その間ずっと話してたもんね。そうなんですよね。みたいな話やな。そうでこう橋の下だから日がこうかけてくるに対してこうどんどんこう寄ってくるからみんなで移動するっていうね。そんな感じでね。そうなの。大変でしたね。カバンが熱くなる。みんなでカバン。腐るとか言いながら、おにぎりとか買ってきてくれてたんですけど、そう差し入れとかでね、あのそれ腐るとか言って動かしてましたね。そうですね。で、王国もでしたっけ？ターミナルでしたって書いてありますね。王国、はい。振り付けアドバイザー。あ、そうなんですね。すごいですね。いろんなところで振り付けされてるんですね。うん、でもこれを連れてきたのは僕です。初見ですって言ってますね。こんにちは。いらっしゃいませ。楽しんでいってくださいませね。で、猫かぶってませんよね。緊張中って書いてありますね。そうですよ。緊張してるだけ。なるほど。緊張してるだけなんですね。この今日のゲスト、オール新人さん、可愛い子がいるって書いてありますね。皆さんのことですね。ありがとうございます。男は違うやつです。ノリはいいけど。可愛いけど、なんかキャラが想像と違う気がするって書いてありますね。誰のことだろう、これ。誰だ皆さん、通販サイトで春の CD が売り切れなのですが、再販はしないのですかって書いてありますね。悩み中ですね。ちょっと聞いてよ、バイ長友ゆり。これは何ですか。私、あのパイセンを結構やってまして。あ、ショールームですか。あ、じゃあ何、はい、17ライブ、はいはいはい、今配信してるんですけど、はいはい、私があの結構エンドレスずっと喋るんですよ。あー、なるほどね。で、なんかそのちっちゃいことをこう持ち帰り、はい、ちょっと聞いてよ、でさ、なんでさ、コメントめっちゃたまる。あ、ごめんね、ちょっと待って。あ、わかった。喋る子なんだな。あのね、あの僕そう近くあの最近ねよく出てくれてるんですけど、てかもう準レギュラーでアシスタントやってくれてるみなみちゃんっていう子がいるんですけど、そのみなみちゃんも最初はおとなしかったんですよ。もう今ね、身削ってますから、ここで。なので、そうなる可能性が出てきたな。喋れる女の子、すごい俺、助かるから。みんな、口が滑ってるわ。本日さん、よろしくお願いいたします、キャスティング。はい、じゃあ、プリズム7もめっちゃ好きです。044の恵子さん、恵子さんも出てましたし、すごい、ね、すごい、はい、調べてくれてる。松本さん、営業成績トップのキャリアウーマンだったんですか。ちょっと、なんで知ってんの。すごいな、みんな。OL キャノンってあのカメラとかのカメラの OL で営業マンをやってたことがあって、その時にあの社長賞を取ったり、まあ、一応トップセールスマンだったんですよ。すごい。でも、なんで知ってるんですか。すげえ、いろんなとこ調べてくれてるんですね。はい。
いつか怖い話の回お願いします。絶対嫌です。絶対嫌ですね。今日は、下げ坂さんキックボクシングされてるから森田さん蹴られる回ですか。絶対じゃあ、ほんと勘弁してください。いや、俺結構蹴られてるんですよ。キックボクシングされてるんですか。やべえ、怖い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 。絶対やめよう、絶対やめよう。いや、それ聞いてたら俺マジケツになんかパッと入れてきた。マジで出してもらわないと。キック見られる回ですか。あのね、待った、もうね、俺が蹴られるんだったら一作君は今日よ。
7時から90分間アメバフレッシュで、生放送をしている番組です。クルーズデビューはですね、東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしております。観覧もできますので、観覧ご希望の方はですね、ぜひお越しくださいませ。で、スタジオのあるこの場所ですね、セレクトショップクルーズはですね、ヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心にですね、150ブランド5000商品を取り扱っております。ぜひショッピングコーナーの方、ショッピングページの方もですね、ご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでここからはファッションコーナーですね。ヤフーショッピングに向けてですね、はい、自己紹介の方していこうと思います。本日 MC やらせていただいてます森田です。よろしくお願いいたします。はい、続きましてシンガーソングライター系、バンドでギターボーカルやっております長友ゆりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、役者やってます詐欺坂恵美香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして舞台女優ダンス振付師をやっております松本恵子と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして最後、はい、俳優をやっております石坂文博です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。もうイベント会以降ね、今日も揃ってます。よろしくお願いいたします。皆さん楽しんでいってください。じゃあここでですね、ここのセレクトショップクルーズのですね、社長代表もですね呼ぼうと思います。大貫さん出てきて、よろしく。はい、じゃあこっちに出ますかね。はいはい、はい、大貫さんでーす。はい、はい、よろしくお願いいたしますね。はい、大貫さん珍しいですね、そこ座るの。大体女の子に囲まれてないとね、機嫌が悪いんですよ。入ろうかなと思って、今日は僕が空いちゃってるから、後でじゃあ行くね。前からは言ってますけど、キャバクラないっすからね。いや、マジで。金取りますよ。はい、ということでですね、じゃあね、早速、一正面、資金目をですね、ご案内しようと思います。よろしくお願いいたします。はい、一商品目はですね、ダーキハリウッドのメンズの T シャツですね、税込みで6480円です。ハリウッドのカルチャーをベースにしたですね、はい、これレディースです。はい、ハリウッドのカルチャーをベースにしたですね、ビットに飛んでアイテムをプロデュース、レディースではですね、マイリー・サイラス、レイチェ・ローハン、パリス・フィルトンなどが愛用しております。メンズではですね、デイビッド・ベッカム、ジャスティン・ティンバー・レイク、国内のアーティストのキーズ・稲葉さんなども愛用しています。着心地の良い生地とブランドロゴやメッセージが大胆にプリントされたデザインがおすすめな一着です。メンズ、レディースともにカラーバリエーション、サイズも豊富に取り揃えております。ロサンゼルスのダーティーハリウッドから直接仕入れている商品ですということですね。今日ね、これ僕も着てるんです。あらー、はい、あらー、これ、ダーティーハリウッドなんですけど、これ、それこそ本当にさっき言いましたけど、ジャスティン・ティンバーレイクとか、これ見ていただけると思ったんですけど、デイビッド・ベッカムさんとか、リンジ・ローハン、パリス・ヒルトンさんとかが着てる、もう言わずと知れた、それこそね、LA とかではもうすごい人気な、ブランドです。で、書いてあることがね、結構、ディープなことだったりとかするんですよね。ちょっと、かっこいいですね。ちょっと当ててみてもらっていいですか。じゃあ、あちらに見せてもらって。どうですか、皆さん。どうですか、私が147センチってこれくらいです。そうですね。で、あと生地としては結構薄いんですよ。なので、女の子が中に何か着た方がいいのかな、多分ね。ちょっとね、はい、そうですね。僕多分今タンクトップ着てるんですけど、多分浮き出るぐらい結構薄いんですね。こうやってやるのも、あ、本当に、はい、結構薄いんで、はい、男性とかもね、乳首見られたくない人とかは下に何か着た方がいいかなっていう感じですね。夏に着るのはなんかもう涼しくてちょうどいいですね。そうですね、はい、ちょうどいいし、あとこれ薄いだけあって速乾性があるのですごい乾きがいいので、はい、着やすいです。僕もよく着てるんですけど、俺本当に着やすいですね、本当に、はい、本当にマジで着た本人が言ってるので間違いないと思います。着やすいです。はい、そうですね。後ろの背中のところに内側のロゴが付けてるんです。可愛いと思った。そうなんですよ、ここにね書いてあるんでね、はい、可愛い。ね、女の子はハートなんですけど、男はですね、ちょっとね、表側のあれでしょ。いや、見えねえ。俺、初めてねえ。つけても見える。つけても見えますか。脱ぐのいらないみたいです。ね、はい、最近ね、常連で来てる人がね、結構脱ぐの好きな人がいるんだよ。そう、この間ね、切れてるって言われてた。筋肉すげえ人なんで。はい、藤本さんですけどね、まあ役者仲間です。はい、
もしよかったらね、ぜひよかったらね、こちらね、ご検討いただければと思います。ガチャリットですね、こちらかっこいいと思います。よろしくお願いいたします。こんな感じの人たち。それこそビーズの稲葉さんとかね、日本だったら来てます。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次の商品いきましょうかね。はい、お願いします。はい、じゃあ次の商品ですね、デシガールの花柄ストライプシャツですね、花柄ペイズリーストライプをミックスしたですね、柄がデザインらしい、デシガールらしいデザインです。スペインのですね、バルセロナに拠点を置くですね、インターナショナルブランドデシガール、パッチワーク、独創的なプリント、グラフィティ、鮮やかな色彩などを感性に訴えかけるのが特徴です。世界的にも有名なエンターテインメント集団シルク・ド・ソレイユともコラボレーションを果たすなど今後も注目のブランドですということですね。こちらがお値段税込みで12,240円ですね。はい、あのね、このシャツで1万円超えるって結構高いかなって思われる方が多いんですけど、それだけいいものです。これ見てください、すごいあのいろんなところにね、こういう遊びがあってね、あの花柄もかっこいいし、そう、あの女の子もね、ここ結んだりとかしても可愛いかな。うん、長パンとかやったりとかね、あとはまあスキニーとかでも似合うのかなっていう感じですね。ちょっとダボってしてるんで、それこそね、あの女の子、ちょ後ろも見せてあげてください。もちろん後ろにもね、こういうロゴもついてて、感じこんな感じで可愛い感じですね。ちょっとここが、ね、可愛い、これ出てるの可愛いですね。出てるんです。これとか、それこそね、その女の子も可愛いんですけど、男のね、石坂くんとかね、ちょっと合わせてみてもらって。似合うんじゃない？多分似合いそうな感じはしますね。うん、でしょ。原宿にお店があって、原宿なんですね。はい。明治通り沿いの、本当にあの、ダホーレからちょっと渋谷寄りに行ったところにあのお店があります。はい。なんか僕のイメージなんですけど、石坂くんこういうの似合うかなっていう感じはしますね。いやでも好きですね、こういうの。うん、ね。はい、花柄でね、ちょっとすごいね、はい、おしゃれだし、この花柄こういうシャツってそうそうないと思うんですよね。なかなかないですね。そうですね、あのシンプルなシャツだったりとかワンポイントだったりとかあるんですけど、こういう全面に花柄を出してるやつとかは、ただでもこれちょっと合わせにくいんで、それこそですね、この花柄がついてるんであれば、そうですね、黒とかちょっと重くなるんですけど、黒のスキニーとかっていうのも合いますし、そうですね、ちょっと落ち着いた感じで合わせるとちょっとまあいいかなっていう感じですかね。そうですね、はい、はいはい、これあんまり、そうですね、あんまりこうガラガラってやっちゃうとちょっと 目がちらつくのでそうですね、はい、ちょっとね、あのこれをメインに、そうですね、これをメインにしていただいて、はい、白のハーパンとか、あー、いいっすね、男だったらそんな感じですね、そんな感じでやるのがかっこいいかなと思います。男の格を上げる人、そうですね、はい、もしよかったらご検討いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きましての商品いきましょうかね。はい、はい、次がシコッチ&ソーダハンサムね、こちらですね、はい、これはじゃあこれも試着品になります。あ、いいですか、はい、これね、僕がね、この間ね、衣装で来たんですけどそう、スコッチ&ソーダなんですけど、一応ご紹介させていただきますね。スコッチ&ソーダ、リーフ柄ハーフパンツですね、税込で9,720円です。オランダアムステルダム発のカジュアルブランド、スコッチ&ソーダ、ヴィンテージ、ハイクオリティ、レザー使いなど他ブランドにはない存在感のあるアイテムが特徴的で、多数のファッション雑誌にも掲載されている人気ブランドです。短めの丈とですね、落ち着いた色合いで大人っぽいコーディネートにも使いやすいアイテムですっていうことですね。はい、どうですかね、これこの間ね、本当に僕多分見覚えあるでしょ。はい、見覚えありますね。これをね、撮影の時に着てたんです、僕。はいはい、実はまあ、10月とか、そこまあまあ、あの情報解禁したら言いますけど、そこら辺で、ね、多分来てると思うんで、はい、あのご検討もね、あのその時にね、あのズボンだと思ってくれればいいと思うんですけど、これね、履いてみてやっぱり履きやすいっす。あのしかもスコッチ&ソーダってちょっとこういう花柄な感じが多いんですけど、かっこいいっすよね。かっこいいっすね。それこそさっき言ったのだったら、シャツと合わせたりとかしたらちょっと柄っぽくなっちゃうんですけど、それこそね、白シャツとか、それこそダーティーとかね、こういうなんかシンプルイズベストのものを上に着たりとかすると、まあ、あのこのスコッチ&ソードが映えるかなっていう感じですかね。そうですね、はい、でどうですか、持ってみて。いや、いいっていうだけあって、なんか素材がしっかりしてるんですよね。そうなんですよ、はい、はい、でもね、この間あの正直言いますね、この間あの衣装で借りたんですけど、これ ね、 あのね、9,720 円するんです。で、あのね、怖くて仕方なかったです。傷つけないようにするの怖くて仕方なかったっす、ね、これを言っていいのかわからないですけど、はい、あの撮影の待機をしてる時にですね、はい、これを履いてて、はい、そのままあの
座ってて、そう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 、それ大丈夫ですかってなって、そうなってたんですよ。そう、うん、だいでもなんか怖えけど、まあいいやってなってましたね。はい、でもあのなんか簡単には破れないと思うんですよ。なんかそうですね、素材が本当にしっかりしてるんで、そうですね、中も履ける、そうですね、はい、中もこれちゃんとね、こういう感じでですね、ちょっとおしゃれな感じでポケットもやってやってあるんですよ、これ、うん、こっちもここにもしていただけるんですね、こういうワンポイントがね、はい、これね、もしあのなんだろうな、これからの時期、やっぱり夏の時期にこれ履いてるだけでも、あとシンプルでもこれだけ履いてるだけでも結構目立てると思いますね、はい、はい、そしてこの色だったりとかすると、まあ合わせやすいっちゃ合わせやすいのかな、うん、まあでもまあ白黒とかそのモノトーンの方が合うんじゃないかなっていう感じですかね。あとはそのデザイン自体がシンプルな T シャツとかそういったもので、はいはい、やるといいのかなって思って、ちょっと大人っぽく着たいなっていう人はスリッポン履いて、これ履いて、白いシャツにジャケットとかね、そういった感じ、いいですね、そういう感じとかできるのもありかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次の商品いきましょうかね。あ、なんか大貫さんから言うことあります？これこんなのなんですよみたいなあります？いや、最近ヨーロッパのブランドがなんかすごく多くて、はい、さっきのディシグアルもそうだし、はい、このスコッチャンドソーダもそうだし、はい、やっぱこれもね、原宿に基本店があって、ああそうなんですね、うん、あ、僕聞きました、それなんか店長からね、本当にラフォーレがあって、もうちょっと渋谷寄りのところにデシグアルがあって、スコッチャンドソーダ、そうですね、はい、結構あの辺にあるようなお店の感じです。そうですね、はい、はい、いやもうね、それこそこれで着てビーチ行っても絶対かっこいいと思います。あ、全然合いますね、うん、あると思います、はい、ミニにめちゃくちゃ合いそうですね。そうですね、はい、はい、そうですね、はい、これはミニに合うし、これサンダルとかにも合うと思うんですけども、はい、っていう感じですかね。はい、もしよかったらご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、これは女の子かな、これを持って、じゃあ1個ずつ持って、あ、おしゃれ、ちょ前に来ていただいて、こちらとこちらに見てください。じゃあ見せてる間に説明させていただきますね。ピュアメッセージセピアですね。天然ダイヤモンド付きステンレスペンダントネックレスですね。両方税込みで8640円ですね。幸運を呼び寄せ、こぼれないように守ると言われているホースシュー。蹄鉄のデザインが特徴的なネックレスです。ハイクオリティ&ハイグレードな天然ダイヤモンドを使用した、高品質ネックレスです。アレルギーを誘発しにくい、最高位の医療用ステンレス316リットルに、こっちだ、こっちだ、天然ダイヤモンドをあしらった飽きのこないデザインですね。傷がつきにくく変形しにくいのが特徴で、水に強いのでお手入れが楽ですということですね。はい、これは多分ね、僕が言うよりも多分持ってる方たちの感想を言うのがいいのかなと思うんですけど、どうですか？色の伝え方が必死で必死で、ちょっとディープってこう馬の傷なんですね。そうですね、確かに、あ、本当だ。特にアメリカとかで幸運をため込むここにっていう、ダイヤモンドっていう意味合いがあって、そうですね、はい、でこれは本当メンズレディース上でもいけるので、はい、本当かわいい、彼氏とかとペアでお揃いで、ピンク、はい、そうそう、色がこれにブラックもあるんで、三色から色違いでいけると、そうですね、それこそね、イベントの時、誕生日とか、ね、クリスマスだったり、今ちょっと時期違いますけど、クリスマスだったりとか、まあそういう時にですね、バレンタインとかね、そういう時にですね、プレゼントしてあげるのもいいのかなっていう感じですね。もう一度真ん中に 0.08 カラットの台本です。キラキラしてます。見える見える、ちょっと待って、そうなんですよ、天然ダイヤモンド付きなのに1万円切ってます。8640円なので、私は結構お安いと思います。私もキラキラしてます。そうですね、ペアで買っていただければと思います。じゃあちょっと今日久しぶりにやってもらおうかな。カメラに向けて買ってねって言っていただけると、ね、いいねが増えるし、買ってくれる人が事務所に送ってくれるかもしれないので、はい、お願いします。チェーンの大きさ違いますわ。やっぱ男性のメンズだと、すごい、ピンクゴールドはレディース、ああ、え、ポイント一言、カメラに向かって、買ってねって言ってあげてください。買ってね、かわいいわ、これかわいいわ、これプレゼントしてね。いやー、プレゼント来ると思いますよ、これ見えない、すごい綺麗、はい、ということですね、
どうですか、ちょっと持ってて、持ってみて。そのダイヤがすごいキラキラしてます、このカラットの、うん、しかもなんかちょっと伝わりづらいけど、多分すごい模様が、ひずめのところに模様が入ってるんですよ、うん、絶対は、ちょっとね、あん、ちなみにね、今ね、画像的にはこっちの方がいいからね。あ、ちょっと失礼いたしました。だんだん皮が剥げてきますね。女の子には40センチのチェーンになります。あ、こメンズが45センチです、はい。これね、あの医療用ステンレスでして、アレルギーとか持ってる方とかにもですね、アレルギーを誘発しにくい素材になってるんで、はい、アレルギー持ちの方、あの筋トカアレルギーとかで、ね、虫になってる方とかでも、あの荒れないので、はい、うまいこと使えると思いますね。気にせずにおしゃれができる。気にせずにおしゃれができますね。そして傷もつきにくいし、変形もしにくいんで、はい、あのそれこそね、あのこれつけたまま、まあ、ちょっと気をつけてほしいんですけど、まあ、海とか入っても大丈夫なのかなっていう感じですかね。あ、はい、ステンレスだから本当に海とかでも全然大丈夫だと思います。医療用ステンレスだから荒れないし、多分大丈夫だと思いますね。はい。もしよかったらですね、ご検討いただければと思います。プレゼント用もしくは自分でつけるようで、していただければな、買っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあこちらに置いてください。はい、で本日の商品こちらで終わりなんですけども、どうですか皆さん、気になる、やっぱこれがいいなみたいなのありますか。私は T シャツが欲しいです。いいですね。T シャツが欲しい。なるほどね。ダーティハリウッドですね。ダーティはですね、かっこいいです。何でも合わせやすいですしね。うん、これ見てもらうと分かるんですけど。さっき言ったインポートうちいっぱいあるんで、そうですね、本当に結構こういうあのベッカムとかね、パリスヒートなんか着てるようなブランドが多いので、ぜひぜひ。あのページをいっぱい見てください。そうですね、はい、今紹介したの以外にもそれこそ150ブランド5000商品を使ってるんで、はい、本当に有名なとこういう、そういう感じですね、はい、誰もが、ね、誰もが知ってるバンズとかもありますし、うん、っていう感じですかね。アバクロとかホリスター、そうですね、アバクロホリスターとかもいっぱい取れます。はい、でアバクロとかホレスターとかも結構紹介してますけど、かっこいいっすよね、うん、で僕今一番やっぱでも気になってるのはスコッチアンドソードのハーフパンツですね。いや俺も一緒です。パンツ履いて海行きたいっすよ。そうですね、うん、あれだけでかっこいいですしね。あとね、この間も紹介させていただいたんですけど、アルマーニエクスチェンジって言って、アルマーニがそのちょっと砕けた感じのそのカジュアルブランドがあるんですけど、それの水着とかもこの間紹介させてもらって、かっこいいっすよね、あれもね、あのね、この紐のところからアルマーニっていうのが立って出てるんですよ。アルマーニエクスチェンジね。あれはかっこいいですね。あれ多分着てるだけでヒーローになれると思います。これ実はアルマーニなんだっていうの。そうですね。すごい。そろそろどうですか。あの、なんか入ります。いや、そうですか。あのそういうキャラクターに仕上げてる。まあ僕はいいんだけど。ね、またこうでもね、2人ともね、結構140でしょ、はい、150でしょ、いやいやいや、いやもうね、でもね、最近分かったの。何ですか。あのね、細い女の子と、はい、あの隣に立つと、はい、あの体型が大きく見える。ああ、それはね、それはしょうがないです。それは男性女性どっちもあることです。そうですね、そうですね、僕もだって顔がちっちゃい男と並びたくないですもん。それはマジで。可愛い子と並ぶとね、はい、あのね、自分が大きく見えるからね、はい、ちょっとなんとか遠近法を使いたいなとか思ってね。遠近法ですか。マジか、やばいですね。やっぱ遠近法もね、うまいこと使わないと、あのね、本当にね、顔がちっちゃい子とかだとね、あのマジでへこむんですよ、映像を見ると。そう、マジで、あ、やべえな、俺これってなるんで。そうそうそう、そうなんですよ。だから、あの顔がちっちゃい子とかもね、あの今日、長友さんとかもちっちゃいので、できるだけこうやってやろうと思います。はい、ということでですね、はい、大丈夫ですかね。はい、あ、もう大丈夫ですか。はい、大丈夫です。満足しました。はい、ということでですね、小野さんでした。ありがとうございました。ですね、コメントの方をですね、紹介していこうと思います。はい、ですね、どこから、そうですね、森田さんも可愛いですねって、いや俺に可愛いって言ってもどうかと思う。いいですね、やった。
あ、なるほど。森田さん、遅れてきたので美人ゲストさんたちの名前が分かりませんって書いてありますね。っていうことですので、そうですね。もう一回紹介しましょうか。ですね。はい。僕は一品で皆さん紹介します。どうぞ。あ、じゃあ、あれを持って。持ちますか。そうですね。まあ、そろそろもうそんな時間ですかね。もうやっちゃいますかね。はい。じゃあ、告知コーナーはい。はい、ということでですね、ここからちょっと告知コーナーしていただくと、あの、ヤフーショッピングに向けて、クルーズデビューはまだ続きます。ヤフーショッピングに向けてですね、30分間だけなので、告知の方していただければと思いますので、告知の方どうぞ。はい、失礼します。長友ゆりです。シンガーソングライターとバンドでギターボーカルをやっております。都内中心に活動して、いるんですが、月 4,5 本やってるので、よかったらツイッターとかチェックして遊びに来てください。お待ちしてます。長友ゆりです。私です。お願いいたします。はい、はいはいはい、ちょっと初めだと読みづらいと思うんですが、下げ坂恵美香と言います。本名です。と役者をやっています。活動報告などツイッターなどでアップしていくので、よかったらチェックしてください。お願いします。で、こっちの名前だけ。はい、詐欺坂恵美香と申します。こっちかな、こうか、あ、違う、こうだ、こうだ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。おー、大丈夫かな。大丈夫大丈夫かな。はい、よろしくお願いいたします。で、ですね、ここからだいたい1名ずつご案内するんですけど、今日はあの同じ、ね、告知をしに来ていらっしゃってるので、はい、同時にあの紹介させていただこうと思います。じゃあお二人さん、前でどうぞ。はい、はい、はい、舞台女優、ダンス振付師の松本恵子と申します。はい、俳優やっております石坂文博です。はい、はい、美人キャストの一人の石坂文博です。欲しがるね。はい、はい、8月の22日から28日まで、26日まで、あの三越劇場でリア王という作品をあの出させていただいております。で、なんか出演者の方々もあのとても豪華な方々でございますので、ぜひ皆様に遊びに来ていただければと思います。はい、予約はですね、あのお二人のツイッターの方からあの DM とかあのリプとかいただければと思います。はい、はい、三越劇場です。はい、はい、大丈夫ですか。それだけ大丈夫ですか。他にはないですかね、ツイッターとか。振り付けもやってます、このリア王で。で、3年連続三越劇場でリア王やってるんですけど、ダンスシーンが入るのがなんと今年からでして、まあ新しい見どころとしてダンスシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いいたしま す。ありがとうございます。ツイッターとか、あ、ツイッター、はい、ツイッター、インスタグラムやっております。ここからあの詳細いけるので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、石坂のはこちらです。これ、U が5つです。間違いないようにしてください。はい、そんな感じです。あのツイッターの方で随時あの更新、あの追加情報をあの出させていただきますので、ぜひあの見てみてください。はい、大丈夫で大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、お待ちしております。はい、ぜひ遊びに来てね、リアを。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。で、僕の一応やっておきまーす。ごめんなさいね。はい、一応クルーズ DB の宣伝ですね。クルーズ DB やってますね。こちらあの観覧も無料ですのでですね、あのぜひあのお越しいただければと思います。で、クルーズの方がですね、観覧できます。そしてあのこちらあのツイッターやってますのでですね、ぜひぜひフォローの方していただければと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、僕の、 あの個人のですね、ツイッターやってますね。たけひろアンダーバー森田で検索していただければ、出てきますね。ありがたいことにフォロワー数の方がですね2000を超えてきましたので、皆様よかったらですね、皆様も仲良くしていただければと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、ちょっと大事なお話、これ何回も毎回言わせていただいてるんですけど、やっぱりあのちょっと大事なことなので言わせていただきます。ですね、クラウドファンディングで協力者の方を募っております。で、クラウドファンディング達成しますとですね、試写会だったりとか、
DVD とか特典ついてきますのでですね、うん、ぜひぜひね、はい、遊びにそのね、クラウドファンディング協力してくれた方にはですね、そういった特典もついてきますしですね、上映会にもご招待しますので、はい、ぜひぜひですね、ご協力の方をお待ちしておりますのでですね、僕を映画に出してくださいませ。よろしくお願いします。題名が上海。題名がですね、上京スープレックスっていうですね、作品になっております。簡単に言うと、まあ、バンドマンたちの若い人たちのお話っていう形なので、もしね、ご興味ある方はぜひぜひご協力の方していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、告知でした。イエス、ハロー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 、はい、まーす。はい、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 ね、はい、はい、ということでですね、ですね、告知コーナーでした。で、コメントの方をですね、残りの時間ですね、ヤフーショッピングライブの方にも向けてですね、コメントの方をですね、紹介していこうと思います。はい、今日は、酒坂さんがキックボクシングされてるから、森田さん来られる回ですかって書かれてますね。すごいですね。はい、で、しますね。はい。竹坂さん、竹坂さんも安室ちゃんに負けず小顔ですねって言ってますね。あんまり期待しないでください。キック見られる回ですかとかやめてください。そんな絶対見られないですからね。そんな見られるわけないじゃないですか。いや、もうそれやると絶対やんなきゃ逆になっちゃうから。もうね、もう俺ほんと3回ぐらい蹴られてるから、もうケツが、そうだよ、ケツが終わりなんですよ。もうケツが終わってるんですよ。もうようやくタイキックの大会を待ってたって言ってたね。いや、そんな、ね、押したらけられるの見て楽しい。あとね、仕方ない、男性2人とももらいましょうって言ってますね。キックのことかなって言ってたので。やばい、巻き込まれる。ゆりちゃんの配信で歌枠って言いながら、開始45分までペラペラって言ってますね。そんな喋るんですか。はい、そうだ、歌枠 98% しゃべり枠でやってる。すごい。もう MC じゃん、MC だよ。はい。2時間歌枠で4曲とかありますか。やるすげえな、2時間で4曲しか歌わねえよ。すごい。そう、すごいね、30分に1曲だね。単純計算でね。3人ともみなみさんタイプやなって書いてある。みなみさんってアシスタントできてくれてるからね。よく喋る子ですね。はい、今日はなんかちょっと予定が、そうそう、喋るというか、僕と仲がいいのでここで喧嘩試合をしてるんですね。そうなんだ。今日は初めての方たちなんでやらないんですけど、その人がいる時とかはもう裸で殴り合いしてます、ここで。恥ずかしいセリフを言わす子なんてのをずっとやってて、女の子が恥ずかしがってるのを映す。で、そしたら女の子にやり返されて、俺が恥ずかしいことを言うみたいなのをずっと繰り返すね。そういう裸の殴り合いをしてます、最近。すごい。そういう、はい、そうです。で、僕結構エスっ気があるので、そういうのを、で、女の子が、聞かないでくださいね。女の子が、こう、恥ずかしいってなってるのを見て、キャッ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 って言ってたから、もう。そうなんですよ。で、その時にみんなにも言ったんですけど、ほら、ロンドンハーツとかで、あずしさんがやってるやつあるじゃないですか。俺、あれやりたいっすもんね。いや、マジで。そう。はい。ありがたくキックをいただいてくださいねって書いてある。マジかよ。いやー、マジかよ。怖えよ。はい。はい。ということでですね、そろそろお時間の方がですね、ヤフーショッピングライブの方ですね、終わりになります。次回はですね、木曜日の7時半から8時でやってますのでですね、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。ただ勘違いしないでください。ヤフーショッピングライブの方はですね、終わりですけど、こっちの方でやります。じゃあねー、バイバーイ。クルーズやってますんでね。もうせよ。はい、戻ってきました。クルーズにせっかく、ね、蹴られたかったらこっち見てねって言おうと思ったんですけど、すいません、最近ね、急に、ね、終わることってびっくりするんですけど、はい、ということでですね、残りのですね、コメントの方をですね、紹介していこうと思います。真ん中のオレンジのこうポンコツの匂いがするって書いてあるよ。さっき引っかかってたからね、さっき引っかかってたからね。可愛かった、可愛かった、リア王、アリスインとモロカブリって書いてあるね。あー、デッドリーなんとかですよ。それも振り付けのお仕事いただいたんですけど、はい、なくて、あー、それですよね、買ってるのって。
あれ、ちょっと待って、1個求めて。ポンコツなんですか？フォルテちょっと気になったので、ごめん、こういうとこがすげえ気になるの。そう。どう答えるのか。ですね、あ、でも、スポーツはスポーツはやってます。やってるんですけど、多分本当に、さっき、ここで見せちゃったみたいに、よく転びました。なるほどね。視野が狭い系かな。そうです、ね。あー、なるほどね。一生懸命になってるよね。こうなったらこうなっちゃったり。右足から、やっぱり周りから。なるほどね。って言われてました。あれ、落とし物とかするタイプですか？あ、めっちゃ。ポンコツかもしれない。ポンコツかもしれないな、これは。まあでも体を動かせるだけはいいですよ。あの体を動かせなかったらね、やばいですからね。いや、両サイドがポンコツってわらわらって。両サイドもです。そしてね、最近ね、そう、俺か？俺だぞ。逃れた。でですね、一応ね、最近ね、あのね、大貫さんにも人気が出てきてるんです。だから、なんかね、大貫さんの、その、ヤングショッピングライブが始まったら、大貫さん来るとか、よ、大貫さんとか来てるんですよ。意外とね、大貫さんもね、人気かもしれないです、最近。はい。で、今日はそこに座るんですねって書いてありますね。松本さんのダンス、キレキレって書いてありますね。多分見てくださってる方ですよね。森田さん、T シャツ似合ってるってあれです。さっきダーキハリーと紹介してる時かな、うん、これかっこいいかなと思います。ゆりちゃん、来てますね。ゆりちゃん、ね、画面が見にくい、ごめんねそれはごめんね、ショッピングコーナーはもう一つの別アングルのカメラがメインなんですって書いてありますね。はい、はい。で、石坂さん、生着替えしてみませんかって。ちょっと待てよ。ちょ、最近ね、すごい来るんだよ。その、なんかね、あの、その、男同士の絡みはないんですかとか来るんだよ。そういう人好きな人いるのかな、やっぱり。需要ありますよ。あ、ほんと？いや、でもね、おっさんだから俺はダメだと思うんだけど、ここによく来てる、その、なんだろう、若い男の子と一緒になることが今度石坂くんがあったら、今度来てくれた時にね、一緒にやってもらおうと思います。その時にぜひそうですね、あのおっさんのはね、見るにくの耐えないからね、マジで本当に、いや、マジで藤本さんいないから、この藤本さんって準レギュラーの方なんですけども、藤本さんいないから石坂さんに生着替えしてもらうしかないですね。代わりなんですか？そう、せめて指名して。さっき言ってた藤本さんっていうのが、さっき言ってたあの筋肉やべえ人なのよ。それでこの間こうやってこうやってやってるとかしてね、あの切れてる切れてるっていうこのコメントが来たんですね。はい、こっちだの言い方の言い方が可愛いです。これなんだろう。あ、ネックレスかな。ダイヤモンドが裏の方を見せてて、あ、ね、こっちだ。ダイヤモンドどこ？あ、そういうことだったのね。あ、なるほどね、可愛かったですって言ってますね。はい、画像的に悪くても映ってないとわからんって感じです。すいません、それはごめんなさい。で、森田さん、サゲサカさんにネックレスつけてあげてください。いや、もうせん、もうせん、遅くなく遅くなく。大きくないじゃんって言うんですけど、結構俺大きいんですよ、意外と。意外と大きいんですよ。あの最近ね、あの親父にできて、ちょっとホームベース型になってきてるから、だから、カバルの、そう、だからね、髭を生やしてる部分があるよね。ちょっとでも細く見えるように。そういう効果があるんですね。今のところ、松本さんは気になってますって書いてありますね。ありがとうございます。手振ってあげて、よし。よし。で、お兄さん、今日は MC されてみてはって書いてますね。嘘でしょ。で、MC の方、堂本剛さんに、多分髪型だと思います。あ、確かに、わかる、確かに、言われてみれば髪型だと思いますよ、ただ、うん、あと言われるのは、殺されるかな、ファンの方に山田孝之さんって言われますね。はい、そう、丸顔なんですよ、僕、基本的に。だからね、そういう丸顔の人と似てるって言われるかもしれないですね。長友優さん、要チェックしとこって書いてありますね。俺の森田さん、新しいヘアスタイル、マジでイケメンやんって。でもね、これね、あのね、勘違いして IT 社長ってよく言われます。はい、あの、サゲサカさん、ショーが名人級ということです。字が上手いですねって書いてあるね。そうなんですよ。めちゃくちゃ上手くて。なるほどね。あ、それで上手かったのね。書道、何段とか。もう、段は取り終えて。あ、名人。はい、すげえ、やばいね、うん、今度書いてもらおう、俺。俺も書いてもらおう。本当っすか。いろいろ
で、キックの切れもある。キックの切れもあるってね。そういうこと言うと、またキックのやつ来るから、なんとかごまかそうと思って、いろんな方向に振ってるのに。そうですね、アリスインとモロカブリック書いてますね。すいませんって書いてますね。石坂さん、松本さん、付き合ってんのか、俺は許可してへんでって書いてますね。なんでやねん。共演者で大先輩ですよ。大先輩言うな。下げ坂さんの呼び方をもう一度お願いします。下げ坂。下げ坂です。はい。下げ坂恵美香です。はい。これでもちょっと似てるよね、あの最近話題のその、是枝さんとかのこれっていう字にちょっと似たりとかするからね。そう、呼び、ね、ぎって言われることが多いです。そうね、下げですね。下げですね。下げです。上げ上げ上げなんだこれ。森戸さんのエロい芝居が見たいから協力しますって、どういうことどういうこと。あの恥ずかしいセリフも恥ずかしいセリフのやつ。出演者さんがいいって言うんだよ。でも今日ね、初めての方だから聞かれるからやりたくないですよ、あんまり。そう、あれ恥ずかしいセリフを言わせるっていうね、コーナーがあって、それを毎回最近やってるんですけど、あんまりね、初めての方にやらせると聞かれちゃうので、やらせることなんて。そんなやばい。そう、ね、この間やらしたセリフは、ねえねえ、大好き。なんですっていうのを出せました。カメラ目線で。そうそう、カメラ目線で。セリフって言ったら言うよね。さすが女優魂。さすが女優魂。そう、あのね、でもね、これね、できる人にやらせたらね、面白くないでしょ。あのね、普段やらない人とかにやらせて、恥ずかしがる姿を見るのが僕は楽しいので。そうなんですよ。はい。あのね、アシスタントやってくれてるみなみちゃんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方は、もう、キャラがないから、めっちゃ恥ずかしがるんですよ。まあ、その顔が見たいからやってる顔あるよね。超顔が真っ赤なの。そう、顔が真っ赤なの。ね、ね、かわいいよ。見てたら絶対、やばいよね。自然にやりました。うん、そう。デブル森田が顔を出すな、これはって書いてありますね。あのね、正直ね、やばい笑い方をしてるので、その時。そう、気になるなです。あ、本当に。あのね、あのね、ちょっと今やると、言ってるから。そうそうそう。で、今はわざとやったから上がりきってないけど、上がりきってるときもっと高いです。キャッ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 って言ってるね。石田さん、M2B はどんなやつですかって書いてありますね。なるほど。あの今ダンスボーカルユニットっていうのを新しく組み始めまして、ダンスメンバーに新しく参加させていただいたんですけど、あのまあおいおいいろいろ変わってくるんですけれども、まあでも近々ライブとかなんかイベントとかできたらいいなっていう感じですね。ああ、なるほどね。それもまあお楽しみください。はい。私のツイッターで更新していきますんで。はい、よろしくお願いします。松本さん見た目可愛いです。食べたらいけんだって。いけね。おお。ありがとうございます。わかる気がするよ。なんかちょっとなんかね、お姉さんっていうかその。かっこいい系のなんか女性な感じがする。いや、すごい嬉しい。ありがとうございます。で、かわいい系のキャッキャッしてるんじゃなくて、こうシュッとしてる感じ、ね、じゃあクール系で言っていこうか。イケメン。そう、Gパンとか似合いそうな感じ。すごい Gパンとか似合いそうな感じ。次、入ってきます。でね、こう、ここら辺で分けてこうスッてなってる感じのやつが似合いそうな感じね。あ、思いました。そう、それで来いってことです。森田さんが有吉さんに見えてきた。いやいや、そんなことないよ。 あの人の方がもっとエースだからね。絶対俺さ、俺ほど、俺はそこまで行ってない。はい。坂坂さん、俳優塾のご出身なんですか？あ、書いてあります。そうなんです。俳優塾出身なんですか？俳優塾って、はい、あの未来人気とかやってる。そうですね。はい。そうですね。杉本徹さんというところで、そうですね、はい、やってました。あ、俳優さんとは違うんですよ。俳優さんとは違うんですね。そうですね、俳優さんとは違うんですね。食べるんでね、気をつけてください。俳優さんですね。はい、本木さん、本当に毎回どこからこの人から見つけてくるんですか。頑張ってますね、本木さん、最近ね。すごい感謝ですね、僕は。はい、で、今日のゲストさんも準レギュラー候補やなって書いてありますね。準レギュラーになりたいですか。イエーイ。だそうです。コメント読みながら強いデブル森田と弱い天使森田が戦っている。そうですね、今すげー戦ってます。弱いからね、天使が。天使が弱い。ケイコさんはフォローしてますし、機会につけて会いに来ますねって書いてありますね。お待ちしてます。はい。恥ずかしいセリフといっても下ネタとかじゃないですよって書いてありますね。そうです、下ネタとかではないです。あの、なんて言うんだろうな、その
女の子に言われてキュンキュンするようなセリフをキャラじゃない子に言わせる。なるほど、青春みたいな甘酸っぱいやつですかね。甘酸っぱいやつですね。それこそね、あの胸キュンワードみたいなのを言わせるものですね。うん、そうですね。他にはね、いろいろやったね。この間、あのねえねえ、海行きたいねって言った後に、あの私の水着想像してるのとかそういうのを言わせたり。やだー、これ一生言わないわ。一生言わないか言わせてみたからね。そう、そんな感じのことを、一生言わないようなことを言わせるってね。なるほど、うん、そう、そういうのを言わせて、あのでもね、これね、びっくりすることにこのコーナーに入るとコメントがザーッと進むんですよ。だからやっぱり視聴者の皆さんも言いながらやっぱり大好きなんだと思います。求めてらっしゃる、ね、求めてらっしゃるんだと思います。はい、そうそう、カメラ目線。あ、すごい、すごい、言われた、言われた。それこそあのさ、ほらよくやってんじゃん、スカットジャパンとかでやってるじゃん。ああいう感じのことをもうやってもらうみたいな感じなので、そう、やっぱりね、妄想が好きな人はね、うん、好きなのでね、やってもらいたいなでも今日多分女優さんだったり、でもね、ちょっと恥ずかしいかな。あ、いいね。いやでもね、あのゆいさんは今日は歌ってもらうので、そうそれがあるので、そう、それをね、あのワンフレーズでいいので歌ってもらう。楽しみ、楽しみ。今日はね、それもね、楽しみにしていただければと思います。そしてね、じゃあやっぱりね、せっかくだから女優さんたちにも一つ一つぐらいセリフ言ってもらおうかな。あの、そんな恥ずかしいやつじゃないやつ、ゆっこ。なんかちょっと、なんかこう、フラットなやつ、ね。例えばこれ、前々回。そうね、完璧これ、そう。これ、前々回やべえやつ。マジっすか。これをやらしました。そうです、そうです。そんな感じですね。まあだから、ちょっとフラットなやつをセリフっぽく言ってもらおうかな。そんな恥ずかしい感じじゃないです。はい。あのね。じゃあ、ちょっとそんな恥ずかしい感じのやつじゃないやつを、あのコメントで募集します。こんなに言ってくださいみたいなね、うん、あのいつもみたいにすげえキュンキュンするような恥ずかしい感じじゃなくて、もっとフラットな感じのやつをね、やってもらおうと思いますね。はい、じゃ あの募集してるんで、あのぜひぜひね、あの入れていただければと思いまーす。すごいね、ちょっとね、見てもらったら分かるんだけど、何え、長友さん、猫かぶってる系って書いてある。すごいすごい、大きいやつな。そうね、いろいろ見たいよね、なんかね、見たいな。なんかやばいやつ目だなって思って、大丈夫かこの人は何かを知ってるね。そうですね、いろいろ知ってますね。でも確かに、まともに喋ってる方が珍しいんで、多分猫かぶってるって言われる。そうなんだ。でもパッパラピーなんですよ。パッパラピー、パッパラピー、あ、ちょっとなんか、あの、いろいろ剥がれてきた。なるほどね。我が輩が知ってる恵子さんはお母さん役と刑事役。ああ、なんかあのお母さん役、あ、悪の花って漫画わかりますか。ああ、わかります。あれを主人公のお母さん役を舞台化の時に演じたんですけど、それが初めてのお母さん役で、それヒステリックのお母さんで、なんかたまたま会ってたんですよ、うん、そしたらその後お母さん役ばっかり来るようになって、あ、ちょっと待って、まだ私先なのにもうちょっとお母さん後で行ったのに早い早いみたいな感じ。そんな言い出したら俺もうなんかちょっと年取った年、みんなのことを見てる優しいお兄さんとか、なんかそのお父さんとか、尻に敷かれる旦那さんとか、そういう役ばっかだよ。いやでも、いい感じ。似合いそうでしょ。似合いそう。優しい、やさおみたいな感じの役をやらされることが多いから。伊坂くん、どんな役やらされるんですか。僕はなんか、お兄さんとかの役が多いですかね。それこそ前回の舞台とか、言っていいのかな、出演者、主人公の方が、後半くらいの方なんですけど、僕まだ20前半なんですけど、うん、その方が弟役なんですよ、僕の。おお、そう、役になるんですね、いつも大体。年よりも上の役をやることが多いですね。ああ、なるほどね、はい。ちょっと落ち着いてる感じするもんね。なんですかね。あ、そう、どうなのね、伊坂さんはね、自分の団体で主催とかもされてるんですよね。あ、そうなんですか、主催していて。だからちょっと落ち着いてるのかなっていうところがね。そうなんですかね。そう、ちなみに主催されてるその、ね、そのユニットというか劇団の名前ってどんなの。あの僕の頭文字を取って、IF の時間という団体名となっております。初主催なので、いろいろ不安とかあるんですけども、10月にまた公演をするので、はい、その作品が、はい、あの
しましたのでですね、はい、しましたらいろいろ情報でもバンバン出していきたいと思います。そうですね、はい、ぜひ、ね、遊びに来ていただいて告知していただければと思います。はい、サルスカさんどんな役をされるんですか？私は今までは OL とか OL さん、あ似合うね、 OL さん OL さん似合うね、似合うね、でしたけど、それが今年やあのです、ね、初ママ役をやって、あこれから来ますよ、来ますよ、ね、来ちゃうね、来ましたね、はい、セーフ、あ来た、お歩くの疲れがおんぶしてこれで、ね、って書いてありますね、いいっすね、ちょうどいい、これだったらいいんじゃないですか、これだったらね、そんなにあの急な恥ずかしくないしね、できますか、かわいいな、でも可愛く感じを込めて、そう、可愛く感じを込めて、言ってみたい、言ってみたい、言ってみたい、じゃあ言わしましょうそれは言っていただきましょう。じゃあね、ゆりさんは歌ってもらうのでそれを出して、お二人、あれどうですか、セリフをやっちゃいますか、どっちがいいですか、どっちも OK ですか、何で OK やりました、 OK 出てるね、考えるはい、うん、ナイスセリフって言いますね、やっぱりあれと疲れた、おんぶしてこれでいきましょう、じゃあ順番、詰めてる感じからの甘える感じだいろんな演出よ、いろんな人からねそうですね、じゃあ行きましょう、はい、あのね、言っときますよ、これね、悪魔のコーナーが、これの中で悪魔のコーナーですけどこれやるときにいつも言うんですけど、後になれば後になるほどハードルが上がってきます、一番やりたい人手を挙げて、はいどっちだろうな、どっちだろうな、けいこさんの方が早かったかな、行きましょう、はい、行きましょう、ヒヤヒヤヒヤ、あのカメラに向かってですね、これでもちょっと本当恥ずかしいなんかそうね、これね、思うんですね、じゃあちょっとね、あの、はい、ちゃんとカチンコやるんで、スイッチを入れていただいて、はい、いきますよ、あ、セリフ大丈夫ですか、大丈夫です、はい、はい、いきますよ、本番まで、3、2、1、歩くの疲れた、おんぶして、はい、ありがとうございます、そうですか、痛い、こういうのいや、マジで、なんなのこれ、恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいでしょ、意外と女の子、ごめんね、もう毎回やってて今日ね、あのごめんね、あのもう来ないとかならないでねお願いしますねはい、じゃあ2番目やりたい人手挙げあんだけやったいやでもね、鳥は辛いと思うよじゃんけんしようか、最初はグー、じゃんけんほい、あっ、2番じゃあね、全然グーじゃないじゃあゆうさん行きましょう、歩くの疲れた、おんぶした、おんぶして、おんぶした、おんぶして、行きましょう、ちょっと歩くの疲れた、おんぶして、ちょっと待っ、ま、ちょ、私じゃないからな行きます、本番まで、3、2、1、歩くの疲れた、おんぶして、いいっすねー、いいじゃないっすか、女優いけるんじゃない、女優いけるんじゃないっすかね、いやーやばいっすね、マスモさん好きってきますね、すごい、で、マスモさん振り幅すごいってきてますね、はい、で、あの、ゆりさん来たいってきてて、おいおい、かわいいやんってきてますねする、いいよって書いてありますね全部コメント紹介できないかもしれないぐらい今ザーって進んでるのでよろしくお願いします、はい、じゃあね、やってもらいましょうかね、さけさかさん、はい、女優さんなのでね、歩くの疲れた、オンしていきます、感情込めてね、感情込めていきますよ、本番まで、3、2、1、9、ねえ、歩くの疲れた、オンして、おー
笑爆笑なんだけど、やだー、ごめんなさい、本当に。やだもん、キュンとする一言。彼に言われて。どっちがいい？彼に言われてキュンとする一言。なんだろうな。それこそ。もうマジガチ考えてます。そうだね。あのね、放送事故で考えてるから放送事故じゃないと思うけど、なんだろうな。なんだろうね。まあでもポップな感じでいくと。今まで見た逆のパターンね。逆のパターンさっきの逆のパターン、疲れてない、おんぶしようかぐらいのパターン、ね、やっぱ、ね、そんな感じじゃない俺もやっちゃったいや、ちょっとじゃあやろうかな、やってみようかな。来てるよ、もう、はい、ね、あはいいね、これはキュンとするんだよ。じゃあ女の子にはね、言わずにやってみようか。人いいからさ、離れんなよくらい。それこそね、あの多分ね、男の子は言葉より多分あの行動とかになってくると思うので、多分あのそれをこのセリフを言うときはあのちょっと腕を引っ張ってあげるとか。それですね。そう。じゃないとダメだよ。だから、腕
でグッて引っ張って、うん、人多いからさ離れんなよ離れんなよって言ってあげるのもね、うん、いいかもしれないですね。あーいいですね。ですね。じゃあ伊佐君やりましょうか。同じやつでいいよ。役者魂を。役者魂を教えてください。いや恥ずかしいな、一発芸より恥ずかしい。このままで3、2、1、ゲー。人多いからさ離れんなよ。えー、かっこいいイケメンですね。いい、かっこいいじゃねえかよ。じゃあ意外とねイケメンだからね。ちょっと可愛い声。そうね、クールな感じでね。さあさてですね、そろそろですね、配信の時間がですね、来ました。でですね、配信終了の時間が近くてまいりますので、ここからはですね、今度はアメーバフレッシュのですね、皆様に対しての告知コーナーをやっていこうと思います。告知コーナー。ではですね、告知の方していこうと思います。じゃあさっきと同じ場でいこうかな。はい、じゃああちらに向けて告知の方お願いいたします。はい、皆さん、長々とありがとうございます。シンガーソングライター兼ライラグリーというバンドでギターボーカルやっております、長友ゆりです。ツイッターに大体情報は載ってるはずなんですが、なんせ宮崎人なのでね、ちょっと大のんびりですが、よろしくお願いします。はい、いいのかな、いいのかな。僕はね、忘れたいよ。ここで歌ってもらおうと思ってるから。そうだ、はい、ここで歌ってもらおうと思ってるから。かはい、一曲ね、そちらに座っていただいて、一曲ね、歌っていただこうと思います。知ってる曲？自分の曲でもいいですし、知ってる曲でもいいですし。花火大会なんで、愛子さんの花火行きましょう。ああ、そうですね。大好き。行きましょう。ワンフレーズ。ワンフレーズ。行きます。はい。はい、どうぞ。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。ありがとうございます。かっこいいっすね。おお、かっこいいっすね。これは、はい、大ラグリー8月20日渋谷、サヤオンエアイースト、オーエスト、はい、書いてくれてますね、はい、うん、はい、トコトコさん書いてくれてますね。ありがとうございます。録音し損ねた。確かにやっちまったぜ。長さん、なんか松本さんばりにイケメンキャラっぽいなって書いてある。かっこよかったっすね。うん、なんか、綺麗な声とかっこいい人いますもんね。はい、じゃあ、続きまして、坂田さんいきましょう。はい、見てくれてありがとうございました。さげ、はい、失礼いたします。はい、さげさかえみかでした。あ、ここカメラここだ。さげさかえみかです。ツイッターなどで告知などをしていくのでよかったらフォローお願いします。はい、はい、ここあれもなんか全然わ、これはい、お願いします。さげさかえみかで、また書道もいっぱい書きます。はい、見てください。あ、一応ツイッターのすずりとか言ってあげたのかな。ね、はい、さげえみ、SAGEEMI です。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあお二人さん行きましょう。はい、はい、しょ、はい、はい、松本恵子です。恵子ってこの芝居の恵子っていう字なんですけど、芸名です。はい、はい、女優ダンス振付師やってます。はい、石坂文弘で俳優やっております。今日は見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。私たちが出る舞台、はい、リアオがこちらですね。はい、8月22日から26日まで本番をやっておりますので、はい、三越劇場でやっているので、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、はい、主演の横内忠さんはじめ豪華キャスト陣がもう本当に素晴らしい迫真の演技をしているので、はい、ぜひ楽しみにしてください。ぜひお越しください。ツイッターとかでなんか追加情報をいろいろと更新しておりますので、はい、そちらもぜひ稽古場のね、情報とかもね、はい、稽古場の状況とかもいろいろつぶやかしてもらいます。そうなんです。うちがね、はい、生放送だからその紹介できなかったんですけども、うん、はい、あれだったらなんかね、動画とかのその稽古場風景とかね、流したかったんですけど、はい、それができなかったんですね。申し訳なかったです。はい、そうなんですよね。はい、はい、なので2人合わせてなんかカメラがじゃあツイッターの方ぜひフォロー、DM とかよろしくお願いいたします。はい、石坂文弘のツイッター、ふみん0824です。F、U が5個、M、I、
N0824 です。あのフォロー DM 予約とかあの DM の方でお願いいたします。はい、はい、松本恵子ツイッター、アット MATSU マツコ1151です。リア王では振り付けもやっております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。一応さ、ね、ゆうさんも一応続いたというところか、映りがね、ちょっとっ、ね、はい、ありがとうございます。ゆうさんね、もう一回あのツイッターの綴りの方ですね、もう一回、はい、綴りをいきます。あ、でも、はい、あの待ってください。ソロンの方が CHOMODX でチョモデラックスです。はい、でもこれ長友ですで検索した方が早いかもしれません。はい、はい、バンドの方はこれなんていうの、LIRAGLEY ライラグリーですね。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に僕もやらせていただきますね。一応クルーズデビューこんな感じでですね、という感じでやってます。楽しんでいただければと思います。一応こちらクルーズの方ツイッターありますので、あのフォローしていただければと思います。 CRUES_JP です。よろしくお願いいたします。ですね、こうやってアーカイブで見たりとか、この生放送で見るのもいいんですけど、観覧もできますので、無料で観覧できますのでですね、見に来ていただければと思います。ぜひ見に来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あと僕ですね、僕個人としましてですね、ツイッターやってます。たけひろ _モーリータで検索していただければですね、出てきます。ありがたいことにですね、フォロワー数の方がですね、2000人を超えてきましてですね、結構ですね、皆さんと仲良くさせていただいてますので、よろしかったら皆さんもですね、僕と仲良くしていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、ですね、最後にですね、こちらはちょっとお願いになるんですけども、映画のお願い、はい、映画のお願いになるんですけども、ですね、クラウドファンディングの方でですね、協力者の方をですね、募っております。そちら達成しますとですね、映画に僕出演することが決まってますのでですね、ぜひぜひですね、皆さんご協力していただければと思います。で、まあ、ご協力していただきまして、クラウドファンディングにですね、参加していただきましたらですね、試写会だったりとか、あと DVD プレゼントだったりとか、まあ、一番高いので、あれです、撮影のところをね、見に来れたりとかもする件がついてきたりとかしますので、ぜひぜひね、協力の方をしていただければですね、はい、ぜひぜひ楽しんでいただけ、そちらの協力の方をしていただければと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。森田さんがエロい役をやってくれるなら協力します。それはもう監督に言ってください。はい、ということでですね、最後にですね、コメントの方を多少紹介させていただいて終わりにさせていただきたいと思います。ごめんね、ちょっと時間過ぎちゃってるんだけど、大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。浅野さん、はい、もう恋からイケメンやんって書いてあるんですね。ありがとうございます。はい、宮崎さんにはこんな可愛い子が、宮崎にはこんな可愛い子がおるんかって書いてあるんですね。宮崎、うん。最初、宮崎出身なんですね。すごい。宮崎、なんか俺の周り最近宮崎出身の人すごい多いんだよね。私の周りもいますね。すごい多いのよ。うん、すごい。よく聞く。うん。最終的に、下げ坂さんが美人ということだけ覚えました。違いますね。間違いだ。あれ、ごめんね、ちょっと剥がしていこうかな。ポンコツらしいんで、でも。松本さん一筋、松本さんオンリーって書いてあります。ありがとう。お疲れ様でしたっていうね、マサさんがエロ役でこれさっき言ってましたね。今回可愛さはなんだ、そんなことないと思いますよ。結構可愛い方いらっしゃってますね。森田さんとハグできる権利はいくらですかって、あのね、おっさんのハグいる？くれます。で、女性陣3人の好きな男性のタイプ聞き忘れてた。で、おー、行きましょうか、行きましょうか。どんなタイプの人好きですか？平和主義かな。平和主義。喧嘩とかがめんどくさい。ああ、そうですね。僕もそうですけどね。うん、喧嘩ってなんだろうね。すごいめんどくさいよね。後々のこと考えるとさ。そうなんです。そう。まあでも喧嘩するほど仲がいいっていう夫婦も、ね、夫婦とかさ、カップルもいるじゃない。そうですね。言いたいことを言い合えるのが。そう仲がいいみたいなね。我慢するよりも。まあね、そういうのはあるかもしれないですけど、でもなんか争いたくはないね。そう、あのね、喧嘩した後の何時間かの時間が苦痛で仕方ないと。仲直りするまでの時間がもう苦痛で仕方ないから嫌なんですよね。それはあります。どんな、はい、
タイプ。私は考えない人が嫌なんだけど。優しい人が嫌なんだけど。私結構男っぽいので、それに勝る男らしさが。あー、なるほどね。知ります。ちょっとね、今聞いたのはちょっと内面的なことなんだけど、外見的に言えば、どっちかというと可愛い系なのか、ちょっと、なんていうんですか、ワイルド系なのか。あ、だから肉食か草食か言えば、草食。草食ですね。じゃあ可愛い系。肉食。肉食。それこそ、山崎賢人君みたいな方なのか、それともエグザイルの方たちみたいな感じなのかっていうことだよね、タヤカたちがね。うん。なんかキャラで言えばね。多分だから、あの、草食系って言うんだったら山崎賢人君とか、うん、そういう系のパターンだよね。で、エグザイルとかそういう方のパターンだね。そうなんですね。ちょっと違う。確かに肉食ですね。あー、なるほどね。どんなの方好きですか？尊敬できる人。あー、大事！お互いね、なんかこう、高め合っていけるじゃないですけどね。そういうのいいですよね。外見はどんな感じですか？その2択だったら草食系です。あー、なるほどね。草食系か。伊沢くんどんな女の子好きなの？そうですね、僕はやっぱ笑顔が素敵な人ですかね。あー、なるほどね。多いですね、そういう感じ。そうですね。性格は顔に出るっていうんで。そうですね。僕はもうずっと言ってるんですけど、優しい人だけです。それだけです。優しい方。外見は、僕結構、なんだろう、前も言ったんですけど、この番組で。あのね、ちょっと大人っぽい方の方が好きかな。だから僕のノストライクは、カトパンです。いいね、そういう感じの人が好きな感じ。なんでちょっとしょぼいっすか。いや、そんなことないですよ。皆さん可愛い綺麗な方たちなのでね。あのね、今日ね、多分あんまり皆さんとね、目合わせてないと思います。女性の方ね。そうなの、目合わせてくれない。僕ね、あのね、初めての人とは俺目合わせられないんですよ。恥ずかしくて。人見知りじゃん。人見知りっていうか、話すのは大丈夫なんだけど、人の目を見て話せないっていうか、なんか、恥ずかしくなっちゃうんですね。やめ、それはやめよう。それはやめよう。それはやめよう。あのね、本当にね、あのね、かわいいね。違うんですよ。あのね、本当に初めての方って、でも目見れなくない？いや、見れますよ。マジで？いや、役とかやめろ。お前らやめろ。違う。あのね、あの、役に入ってたりとかしたら大丈夫なんだけど、しかもさ、稽古とかだ、稽古期間とかあるじゃん、舞台とかだったら、だったら全然いけるんだけど、なんだろうね、初対面で会いました、じゃあっていうので、目を見られると、うわーってなるんですよ。どうしようかなってなるんですよね。役に入ってないですよね。そうなんですよ。でも分からないでもないですね。ねえ、そうですね。なんか、ずっと見れない。チラッと見れるんですよ。チラッと見れるし。特に今日とか3人ともお綺麗だから、あの、パッと見て、綺麗だなって言って、すぐ目を合わせる。いや。顔見てないですよね。さあ、そんな感じですね。はい、そろそろですね、終わりの時間になる。なりそうなのでですね、っていうかもうなってるんですけど、はい、ちょっと楽しんで延長させてもらいました。ごめんなさい、大貫さん。はい、ということでですね、本日もここら辺でですね、クルーズ TV の方あの終わりにさせていただこうと思います。何か言い残したことありますか？大丈夫ですか？リアオ見に来てってもう一回言っておきます。リアオ、本当に見に来てほしい。いや、本当に見たのがいい。めちゃめちゃ楽しい。プレッシャーがすごい。はい、ということでですね、クルーズ TV の方もですね、今度、次回放送がですね、木曜日の7時から8時半、同じ時間ですね、はい、でやってます。で、ヤフーショッピングライブの方もですね、7時半から8時でやってますのでですね、ぜひぜひね、楽しみにしていただければと思います。でですね、皆さんもですね、ぜひぜひまた遊びに来てください。はい、ということでですね、本日もクルーズ TV の方、こちらで終わらさせていただこうと思います。では、皆様、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。